おはようございます。今日は2019年、2月の4日3時34分です。YouTube 見たけど、シャドウの剣面白すぎた。オルフレンいらっしゃい。片岡でしょ。何かを25年やってる片岡さんでしょ。腹立つよね、あんなのね。何もできねえくせにシャシャってくんじゃねえよって。タムタムさんはドツ。はい、はドツ。オルフレンさん、そうそう、めちゃ面白くて巻き戻して2回見た。2回見ちゃった。お気に入りじゃん。いや、嬉しいね。ああ、腹立つよ、言われてる方からすると。インディさん、こんにちは。こんにちは。言われてる方からすると、毎日毎日あんなめちゃくちゃなこと言われてたら腹立つって。はたから見てる分には面白いんだろうけどね。言われてる本人からすると、ふざけんなって話だよ、ほんとに。偉そうに上から毎日語られたらさ、多分本当に気違いなんだと思うよ、あんなの。ニンニさん、昨日のシャドウ街でやたらおかしいとか言われてたやつですね。そうそうそう、片岡ね。腹立つよな、本当。ガツンとみかんさん、ふわっち4月1日に終わるの？確認して。
タムタムさん、エイプリルフールじゃない。最近終わるやめる詐欺多いよね。ガツンとみかんさん、よっさんのタヌキに運命のお知らせ貼っているけど、ガツンとみかんさん偽物かな。運営サイトがさ、雑談たぬきに公式のお知らせって書く？病気だな、ほんと。オルフレンさん、そもそも本当に終わるならこんな前から告知しないし、1500万ばらまきなんてしないっしょ。ニンニ、3運営から来るお知らせ確認したけど、そんな連絡ないよ。いや、それはね、願望なんだよ、リスナーの。どん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 、ふわっちとかがうまくいけばいくほどみんなが言うの。コンプレックスある人ほど言うの、配信者に。こんなサイト潰れろって。潰れてほしい、なくなってほしいって。要は、自分、俺らがズルをして稼いでると思ってる人ほどそう言うの。座ってるだけで楽して稼いでると思ってんのよ。羨ましいな。だからよく言われるよ、ずるいって。ずるいも何もないでしょ。思わない？影でも何もね、じゃあやればいいじゃんと思うのよ。椅子に座ってるだけでさ、ただ花火待ってるだけで花火もらえると思うんだったらさ、お前もやればいいじゃんって。でも自分でやらないわけじゃん。それが理解できないよ。それがやればいいのにね。だって誰だってできるんだから、無料で。だから本当は分かってるわけよ。
努力してとか、何日も何ヶ月も積み上げてこれをやってると分かってるんだけど、認めらんないんだよ。コンプレックスだよ。応援すればいいのにね、普通にね。ああ、それはね、一回おすすめしてる本で、配信者の考え方わかるよね。配信やるといいんだよ。どんだけ人集めるの難しいかとか全部わかるよ。配信やればいいんだよ。本当にそう、本当にそう。一回配信をやってみて、体験すればいいんだよ。ってことはね、顔にコンプレックスがある人なんでしょ。でもさ、そんなのさ、おー、こんばんは、メトロさん。いつもありがとう。こんばんは。でもコンプレックスは克服するためのものじゃん。克服していかないとね、ダメなのに。いや、そんなことないよ。じゃあ、マスクつけて、レジ立つか？ホリエモンだって、ひろゆきだって、経営者ってむしろ顔出すもんだよ。一般職やってる人を顔隠して仕事やる？そんな一覧じゃねえんだから。ラーメン屋の。いや、ネットの方が非常識なんだよ。顔出しにリスクがあるって言ってんのが古い人なの。顔隠して仕事なんかしないでしょ？ネットの方が非常識なんだよ。一覧は顔見せないっていうコンセプトだね。
いや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 、俺ね、それは古い考え方だと思う。それは古い考え方。絶対時代は変わるから。要は顔を出すのが恥ずかしいって言ってるのが古い考え方なんだって。それもったいないんだよ。実業にも役に立つのにすごくもったいない。まして配信つけてるだけで食える時代来たのに、仕事なんかする必要ないのに、もったいないよ。取り残されちゃうよ、その考え方は。ネットは道具なんだから使うべきだよ。それって何を言ってるのかっていうと、お店のホームページ構いませんって言ってるのと一緒よ。顔出した方が有利。うん、時代だよ。利用しない手はないよ。絶対に利用しない手はない。思うよ。まあそれを証明し続けてるだけなんだけど、自分なりに。だからネット始めた頃にも言われたんだよ、顔出して怖くないのって。いや顔出して仕事するのが普通でしょって。顔出さない人信頼できるって。顔出さないお店信頼できる、本名言わないしお店信頼できるっつったら、いや信用できないって。俺は出すよって。だから信頼してもらうためにって。サラリーマンだったらあれなのかもしんないけどね。でももうサラリーマンっていう雇用形態が淘汰されていくもんだから、この先もうほとんどがなんだろう、派遣社員アルバイトとかになっていくもんだから、まあそういう人たちこそ配信でね、副業で稼いでほしいとは思うけどね。サラリーは株主のね、役員に利用されてるだけだから。あ、まあやったもん勝ちだよね。そうそうそうまあまあ、まこちゃんの言う通りだよ。最初にリスクを取った人が勝つんだよ。後から追従したら負けるん。本当にそう。それは正しいね。今日はね、トレーニング休みの日だからゆっくり休もうと思ってるね。
待してる。ありがとう。期待じゃなくて応援してもらいたいな。そりゃそうだよ、サラリーマン書いて、そりゃそうだよ、Facebook でサラリーマンやってんのに自分の会社の悪口書いたら、そりゃクビになるでしょ。そりゃそうだよ。それ誰が考えてもそうだよ。寒くないよ、うん、うん、ああ、いや、読めたよ、大丈夫だよ、読めた。嘘、楽しみだな。今日そんな暖かくなんだ。いいね。すごいね。よかった。寒いの嫌いだから嬉しい。配信者ではいない、正直言うと。配信者ではいないね。ワド監督、1月何日あでしたっけ、トレーニング。トレーニングは19日かな。後半仕事でできなかったから20日間か、うん、できる時は毎日やったね、トレーニング。
できる日は積極的にやったかな。あー両っていうかたむたむ T シャツ持ってるじゃん。もう一枚同じの欲しいってこと？おはようナタラジャさん。あーまあそれは正解だと思う、まこちゃん。本当におはよう。新しいデザインは作ったら発売開始したら販売開始するよ。まあ作ってないよ。まだまだ。うん。これからだね。来たんかったか。
うん、あたつチョコありがとう。サンキュー、ありがとう。
金髪似合う、ありがとう。こっからブルーにしようと思ってんだよね。青く染めようと思ってる。なんだっけ、マリンブルーかな。うん、うん、青にしてみようかなと思って。今まで赤と黒と白とかがテーマカラーだったんだけど、うん、絶好調？え？絶好調っていう作品ないよ。のりこの作品で。
って別の人が作ってるじゃないの。ん？何色からの黒？ん？セゴル1回目は黒い T シャツ作ったよ。のんちゃんがデザインして、表面裏面は俺がデザインして、リスナーさんの名前が入ってんの。今度は2回目かな、デザインは。リスナーさんの名前入れんのはどうなんだろうな、ちょっと考え中かな、うん、今回は入れないかもしれない。
まだ考えてないかな。うん、入れてほしい。でもちょっと今回は普通にデザインするかな。相談？俺に？何の？どうした？僕は何にもできないと思うけど。どうしました？なんで警察に通報されるの？なんで？何なんだろうね。
かりません。原因がわからないとわかんないよ。原因がわかんないのに通報されますって言われても対処しようがないじゃん。俺もわかんないかな。そんなこと言われても。でも何もやってないんだったら帰れって言えばいいんだよ。何もやってないでしょ。だったら帰ってくれって言えばいいじゃん、警察に。違法性がないんだったら。わかんない。なんで通報してんのかはわかんない。警察署に行って虚偽通報だからって言うと対処してくれるよ。警察署に行って虚偽通報だからって言う対処してくれるよ。それやるしかないんだな。でも通報内容はしっかり聞いた方がいいと思うよ。何しに警察が来たのかって。まだできてない。
いや、ワド来ないでしょ。今からご飯だね、朝飯。たつきさん来るわけねえだろ、くだねえこと言ってんなよ。ワド来ないでしょ。次の年号は文人だぞ。モイスト3ありそうじゃねえか。月さん文人と書いて文人と読むんだ。腹減ったな。オルフレンさんはドクッキング。いや、チャーシューがまだ残ってるから。モイストさん、チャーシューの出来は良かったん。めちゃくちゃ良かったよ。サムライマーケティング。めちゃくちゃ良かったよ。すげえうまかった。やっぱね、手作りの方がうまいよ。モイストさん、チャーシューに白飯でいいやん。白飯、チャーハン、セブンイレブンチャーハン買ったから、チャーハン温めて
チャーシューにすっか。メトロ地下鉄内さん気になったんですけど、チェッカー柄の布団かバーハンズとかに売ってますかね。これ？これドンキホーテだよ。ドンキに売ってるよ。メトロ地下鉄内さんドンキーですか。タムタムさん最近新の手抜きがひどい。コンビニカット野菜からコンビニサラダポテト Z、 しまいには卵焼きもセブンわら、うん、メトロ地下鉄内さん、ね、売ってたらいいな。お皿にすんの。俺でも真っ黒にしたいけどね。これ変えたい。マリルボーンさんおはよう。おはよう、マリルボーン。おはよう。タムタムさん、マットは黒なのにね。そうそう、マットは黒。マリルボーンさんのんちゃん帰ったん。うん、帰ったよ。メトロ地下鉄内さん、そのプリント若い時なかなか売ってなくて、切れ端見つけてはワンピースにあしらったりスカーフしたりモズルックしてました。モズルックってなんだろう。チェック柄って定番じゃないの？結構売ってないの？メトロ地下鉄内さん、イギリスの60年代ファッションです。あー、かっこいいよね。腹筋が痛いよ。腹筋が痛い。
タムタムさん、腹筋痛いって筋トレはしないって言ってたのに。筋トレやってるよ。タムさん、あら、走り込みに加えたの？うん、今加えてやってる。たつきさん、どれにすり寄ってるから言われたと無理にやるしかないんだ。タムタムさん、おう、オルフレンさん、昨日何時に寝た？昨日何時だろう、覚えてないな。昼の11時くらいかな、10時とかな。月さん、ヨーダ平沼はいないのか？月さん、用立ち商売ないの？たつきさん、用立泥沼はいないのか？ぼん中さん、監督チーム、おはよう。おはよう。飯作るか。あ、充電切れる。充電が切れる。たつきさん、ヨーダ顔面泥沼は実家に帰ってるのか？ぼん中さん、食いすぎだろ。食いすぎかな。そう、全然食ってないけど。
食いすぎかな。そう、食いすぎか。たつきさんくれよ。答えてくれよ。トロ地下鉄内サンマ鳥雑談。うん。監督陣は引っ越さないの。引っ越しは考えてないね。メトロ地下鉄内さん、ミルク、ともチョコをプレゼントしました。ともチョコありがとう。ともチョコサンキュー。ありがとう。お、ミルクだ。ミルクありがとう。引っ越しは考えてないかな。お金かかるぞ。玄関オンザロックしてる？うん。玄関閉めてるよ。なんで？メトロ地下鉄内さん、ドカッと投げるときはドカッと来る？ヴィンセントさん、ドアノブ越しにおはようございます。ああ、どうだろう。先月やばかったかな。ドカッと投げられたのは去年結構あったかな。なんかね、たまにね、なんだろう、たまに100発ぐらい投げる人が現れんの。だい5万円ぐらい入るんだけど、投げてる人は10万円なんだけどね。最近は来ないね。
今度カメラあ、いいよ、うん、予想できないよ。だっていつ誰が投げるのか、投げるのはリスナーさん側に決定権があるんだもん。予想なんかないよ。だって今から投げるねって言われて投げられたことなんか一回もないもん。いきなりなんかとんでもない金持ちがポーンって投げて。でも先1月厳しかったよ。1月はふわっち始めてからワースト記録だったね。やばいね。今年は多分ね、本当に苦しい年になると思う。やばたんだよ。浅野先生に何て言われてんだっけな、俺。なんだっけ、浅野先生に何てディスられてるんだっけ。中身のないインテリぶった中途半端なクソ野郎とか、なんかそんなこと言われてんだっけ。すげえディスられてんだけど。へこむんだけど。オリンパスのペンシリーズを買おうと思ってるんだけど、どう思う？やめた方がいいと思う。朝のテンテンにディスられてる。ファンだったのに、ひどい仕打ちだよ。わかんないけど、めっちゃディスられてる。超絶ディスられてる。普通にファンだったのに、俺はショックでしょうがないんだけど。浅野天帝のファンだったのに、まさか名指しでディスられるとは思わなかったよね。いや、結構ちょいちょいあの後謝られた後もディスられてるから。ディス止まんねえから、先生のショックなんでやめてくださいって直接言ったんだけどね。アルファ7めっちゃいいよ。アルファ7は買いだよ、あれ。すげえへこむよ。だってさ、薬膳カレーさんさ、朝の天帝にさ、いきなりさ、あー薬膳カレーってやつ私大嫌いなんだよねとか言われたらへこむっしょ。俺完全に絡みなくて完全にリスナー目線だったからめっちゃへこんだもん。えって思ったもん。えって、しかもコメント書かないでロムって普通にファンだったのに。えーって、もう俺は立ち直れないよね。へこんだ。オリンパス、ちょっと待って、オリンパスのペンのスペック見る。ちょっと待ってね。っていうか、なんか、フルサイズ以外の一眼買うのはもったいない気がするんだよね。フルサイズだっけ？ペンって。ちょっと待ってね。ボケや下の楽しみたい感じなのかな。俺だったら買わないかな。スマホでよくない？スマホじゃダメなの？
スマホ結構優秀だぜ。俺はソニーのパキッとした感じが好きだったね。ミラーレスダメだって言われてたけど、写真自体も好きだったね。人を撮るのにはあんま向かないかもしんないけど、ソニーのミラーレスで初心者ものあるよ。あるけど、フルスペック以外を買うのは選択肢で俺の中ではない。スマホの方が全然綺麗だから。ただぼかしたいとかだったらわかるけど、スマホでいいんじゃない。コスパ悪いよ。なんでカメラが欲しいのか。そのスマホの方が性能高いじゃん。ここのカメラの方がこれで良くない？逆にそのなんだろう、ぼかす以外だったら、まあ新しい最新機種の iPhone だったら後からぼかしもかけられるし、なんか初心者モデルとか買うんだったらスマホの方が優秀だと俺は思ってるけど、重たいだけだよ。だからスマホで撮れるじゃん。スマホじゃできないことをしたいのはぼかすだけだね。スマホの方が初心者モデルよりもいいカメラなの。ナタリー・ポートマン綺麗だよね。可愛いよね。スマホの方がいい写真撮れると思うよ。まあでもか、
ミラーレスあるんじゃないの。てかミラーレスがいいわけじゃないからね、別に。なんだろう、ちょっと待って、ソニーアルファ、ソニーのアル、別にメーカーの問題じゃなくてあのなんだろう、あんまり俺はおすすめしないけど、アルファ6300とか、アルファ6300とか、うん、ミラーレスね。ミラーレスイコールいいってわけじゃないから、まあまあ買いたきゃ買えばいいんじゃないかな。俺は絶対買わないけど。俺は絶対入門機は買わない。オリンパスのペンデザインかわいいよね。プロ仕様ではないかな、まあ、プロも使ってるけど、プロ仕様はアルファ9ってやつかな。プロでも使ってる人いっぱいいるよ。今年の目標はナタリー・ポートマンに近づくことです。なるほど。ちょっと待って、ウォーキングでランニングに変えたらナタリー・ポートマンに変わるわけじゃないから。そんな、ランニングやったら全員ナタリー・ポートマンになれるんだったら全員走るんだけど。それ多分違うと思うよ、メトロさん。ナタリー・ポートマンは走ったらナタリー・ポートマンになれないから。かわいい。20万から30万以内だったらもうアルファ7買った方がいいと思うよ。めちゃめちゃおすすめだよ。全然後悔がないね。むしろ乗り換えてる人も多いし、すごくいいよ。
画質全然違う。全然違うかな。全然違う。これがスマホで撮ったやつだけど、あ、スマホじゃない、これが一眼で撮ったやつだけど、多分目で見ても全然カメラ越しでも違うと思うはずだと思うよ。もうパシャッと適当に撮った一枚がこんな感じ。全然違う。でも結構めんどくさいよ。まあ、あの写真 F 値、シャッタースピード、 ISO、 絞りとかなんかめんどくさい。覚えることいっぱいあるから大変だと思うよ。あ、ステゴロの会場でナタリー・ポートマンがいたらびっくりするね。のんちゃん、ナタリー・ポートマンがいるよつって。ワドさん、ナタリー・ポートマンがいるつって、びっくりするかな。あ、なに、メトロさん来るの？ステゴロ。それはビビるかな。ちなみに今は誰になの？今の体型は誰に似てんの？あー、腹筋痛え。腹筋がやばたんだよ。あ、来るんだ。チケット手に入らないんじゃない？今回。痛い。腹筋が痛いよ。いや、めっちゃ痩せたよ。これ割れるよ、ほんとに。わたつ、グラビアがもうすぐできるよ。見てるでしょ。超つらいよ。今日休みだからいいけど、また明日から走りだよ。ランニングやばいよ今。シトルリンもついに26分台で走ってるよ俺。昨日のタイムが26分40秒だっけ。自己ベスト出したよ。入れやかったら外で聞いてます。もうトレーニングやめたい。つらい。つらったんだよ。両手フリーにしたら2、3分は変わらないけど30秒縮まると思う。あのバッテリーと Wi-Fi もポケットに入れてて、うざいの、ちょっとポケットの腰が痛くなるから。いや、パンチは速くはならない。パンチのスピードは変わらなくて、パンチのキレが変わる感じかな。あと打たれた時とかフットワーク、要は俊敏さが変わるね。こうキュッ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 っていうその動きと、こう腰を回転した時の重さが変わるのと、あとはね、打たれ強くなるかな。あとスタミナ。まあまあ、なんかこう、パンチのスピードはね、どちらかっていうと別理論。あ、酔っ払っちゃってんだ。パンチのスピードは脱力だからね、なんかね、ちょっとね、
なんだろう、リズム感じゃないけど、リズム感っていうか、なんかこう、体の使い方が上手い人がパンチ早いね。体重上限ない。体重制限一切ない。今回。ぶっちゃけた話。もう、体格は一緒だから。絞ってもいいし、太ってもいいし。骨格が一緒だから、ハンディはないね。一切ない。もう本当に純粋に体格同じ階級だから、普通に強い方が勝つっていう。モチベーションは、やはり配信があるから。いや、勝ちたい。単純に勝ちたい。すごくシンプル。うん、うん。勝ちたい。リーチさはね、うん、有利かな。ただそこまで言うほど変わらないかも。そこまで言うほど若干ぐらいかな。若干ぐらい。そのやっぱり身長、たまにとんでもないサルテっていうのがいるんだけど、手が恐ろしく長い人っているの。身長が高くて、でそういう人だとすっごい有利だったりするんだけど、ボクサーで結構多いのね。手が異常に長い人、サルテっていう。そんな感じでもないね、お互い。みやびさんはむしろ手短いね。俺はちょっとサルテ気味だけど、そこまで長いわけじゃない。オフ会もやるから来ればいいじゃん、メトロさん。毎回捨て頃あとは飲み会だよ。来なよ。いや、会場多分行きゃあね、立ち見席変えると思うよ。毎回立ち見は誰も並んでないから。余裕だと思うよ。わかんない。もう最後の大会だからいっぱいになるかもしんないし。まあ1、2時間前に会場並んでたら余裕だよ。大体俺か便所さんが一番最初に着くね。毎回一番最初に会場に着くの俺か便所さんかだね。で、リスナーさん誰も出待ちしてないもん。メガホン持ってっていいと思うよ。絶対会場で見た方が面白い。でもやばくない？なんか300席しかないのに先行販売のチケット数聞いた？便所さんのツイート見た？すげえ笑うよ。立ち見席じゃなくて先行販売100席で一般販売が200席なのね。1500応募だってよ。100枚のチケット1500人応募だって。もう余裕で売り切れ。多分取れないんじゃないの、みんな。席数倍率もう15倍でしょ。やばい。もう便所さん余裕だもん。もう確定だからチケット売れんの。いやすごいよね。だから東京ドームやればよかったのに。2000席埋められたでしょ。あとなんだっけ、新宿なんだっけ、あ、でっかい600席の。いや、優秀だよね。優秀だよね。便所さん、イベンターとしては超優秀だと思うよ。だ、東郷さんが苦笑いしてたもん。俺のキャットファイトより売れるってどういうことだよって言って、ビビったらしいよ。ワンの時。300埋めんのって結構難しいのよ。そう。余裕で売りやがったっつ。東郷さんプロデュースなのに。まあ、優秀だよね。あの人真面目だからね、便所さんね。ちゃんとリスナーのこと考えてるし。でも今回は俺、もうちょいでかい箱でやってもよかったんじゃないかと思うけどね。
でも3年間ね、お世話になったよ、本当に。ワン、ツー、スリー。楽しかったね。全部出れたのは、本当、感謝だね、便所さんに。明日は、いや、決めてない。もう、太陽出てる時に走るっていう感じで。22回走ったのかな、もう。まあまあ、試合まで500キロ走る、100回走るって決めてるから。あとは、まあ、ダッシュ昨日5本でしょう。まあ、ね、ダッシュは花火の数だけど、腹筋200だね。あとはまあシャドウ、ジムトレーニング、スパーリング、徐々に仕上げていこうかなっていう。腰痛めるからゆっくりね。急にやったらダメだよ。俺も初日腰痛めたもん。50でいいと思うよ、最初は。うん、腰は要だからね。痛めたら終わり。ゆっくりゆっくりやってきゃいいよ。あと女の人はスクワットやった方がいいと思うよ。お尻が綺麗になるから。海外のモデルさんとかやっぱね、スタイルいいの。太ももとお尻が綺麗で、ウエストがキュッてしまって、女の痩せよう痩せようとするから。日本人は、日本人のダイエットイコールさ、食事制限から入るの。必ず食事がどう食事がどうって言うんだけど、女の人はダイエット始めるって言うと筋トレするんだよね、海外の人は。プリケツですよ、プリケツ。だから和道リスナーみんなプリケツになってください。細いのに憧れるからね、日本人は。俺太もも太い方が好きだから。ケツいいよ。ミルクありがとう。トモチョコありがとう。お、次トモチョコでボーナスが入るぞ。次の人ミルクを意識して投げてください。
ストロベリーと抹茶じゃなくてミルクでお願いします。ボーナス入るんで3連続だとよろしくです。ミルク、ミルク、うん、甘いものは控えた方がいいかもね。でもね、運動するようになると甘いの食えなくなるよ。あーや、はー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 、抹茶ありがとう。おはよう。あーあー、金魚姫やめてよ。いや、ストロベリーだありがとう、ナイスあーきつい、マッサージしたい。お、ストロベリー、次の方ストロベリーですよ。わっしゃー、ストロベリーナイスー、ありがとう。メトロさんありがとう。わお、来たー、いいね。ボーナス入った、ボーナスありがとう、ボーナスありがとうございます。ボーナス入りました、いいね。ボーナス狙ってこ、ボーナス来た、ボーナス、まだ皮が伸びてるんだろうな、もう少しで腹筋出てくると思うんだよな。あばらが出てきたもんね。そう、3個揃うとボーナスな、チョコはなかなか出ない。ミルク、さあミルク、抹茶調子悪いの金魚姫調子悪いな。同じ色、お、抹茶抹茶、さあ抹茶だ、来い、ストロベリーありがとうございます。揃わないね、金魚姫、力を合わせていこう、力を、愛と勇気と誇りを持って投げてください。愛と勇気と誇りをお願いします。ストロベリー残り2個、違う、あ、ストロベリー2個、そう、難しいんだこれ、力を合わせないといけないから、フォースを感じないといけない、フォースを。ランダムで出てくる3種類からで、3連続揃うとボーナス入る。花火より今チョコが人気だから、チョコ楽しい、ワドリスの中でチョコ揃えんの流行ってるー
3連続。ストロベリーありがとう。お、リーチだ。さあ来い。リーチだ。来たよ。来たよ。来たよ。さあ勇気で、愛と勇気と誇りを持ってミルク。難しいでしょ、多分。ああ。なかなか出ない。シャンちゃんピピ、溶けそうっつって、うん、おいで。頭乗んないで。あー、くすぐったいよ。耳はくすぐったい。ダメ。おとつ。ペコ、おはよう。おはよう、さとこちゃん。おはよう、はじめまして。うん、おいで、ペコ。お、来たよ、タムタム。いいよ、いい流れだよ。リーチだよ。さあ、誰がとどめを刺すかな。リーチ。暴走族でしょ。ペコ、運転が荒いって。ペコ、ダメだよ、道路交通法違反だから。それやめて。ありがとう、匿名さん。すごい、来た。すげえ、ありがとう、匿名さん。来た。今日は調子いいね、調子いいね。なぜか匿名投げだったけど。
ありがとうございます。Get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 。ありがとうございます。なんだよ、ペコ。豆ばっかり食べて美味しいの？さあちゃん。さあちゃん、豆しか食べないもんね。穀物しか。穀物が好きなの。俺 DM しないよ。リスナーさんにアイテムのお礼とかしたことないよ、俺。マジで塩対応だから。おいで。性格全然違う。こっち温厚、賢、こっち同級、エグザイル、イケメン。さあちゃんはね、温厚なの。おっとりさん。賢だから。ヤンキーだから、ペコは。エグザイル。歌ってる。テンション上がったみたいだな。うん。うん。何時だ？ 5 時45分。うわっ！もう暴れないで、お願いだから。ペコ。ペコ？どこ行った？あ、上か。暴れん坊だよね。全然あれだね、発動しなくなっちゃったね。結構すごいよ。うん、一回休みなよ。やめて。結構本チョコありがとうございます。ナタリーありがとう。ナタリーありがとう。きたー。おやすみ。本命ありがとう。待ってたよ、本命チョコ。ありがとうございます。ナタリーナイスー、ありがとう。なって待ってるよ。仲良し。よくこんな近くになれるようになったね。夫婦だね。もうガブガブしないでください。ガブガブしないでください。ガブ、痛い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 、やめて。わあすごい、こんなにくっついてる。すごい、こんなにくっつけるんだ、うん、すごい。仲良しになったの。夫婦だね。
うん、やめて。かわいいね、ペコも。かわいい、かわいい、我が子たち。うんちしたの。文鳥かわいいよね。おいで。おいで。嫌だって。ストロベリーありがとう。ついちゃって大変な時。抹茶ありがとう。まずは揃えるところからね。まずは揃えるところから。からの3連鎖。はいはい、おいでおいで。はいはい、戻りましょう。はい、戻りましょうね。戻りたくないの。戻ろ。ご飯食べな。嫌なの。嫌なの。はいはい、行く？行く？行っといで。はい、ストロベリー、今日はまったり過ごそう。選手の休息。メトロオビちゃんは絶対嫌やです、リスナーさん。この時間帯はお酒飲んでる人多い。3時からとか2時3時はね、みんなベロンベロンでぐでんぐでんの。メトロおばちゃん、パチンコ屋のおばさんいたんだ。シャーちゃんか、やっぱり。シャーちゃんもう入り、はい、はい、ペコもう帰ろ、ペコペコ言うこと聞かない。やだやだ、二人ポートマンにして。ナタリーポートマンは確かに。ブラックスワンもナタリー・ポートマンだよね。ナタリー・ポートマン、うん、友チョコありがとう。あ、でもだいぶ大人に、もうこんな顔なんだ、ナタリー・ポートマン。こんなに大人になっちゃったんだね。
レオンのイメージしかないもんな。マチルダのイメージしかないよ。ブラックスワンもそうだよね。こんなに綺麗な女性になっちゃったんだね。いはい、帰るの。はい、はいはいはい、はい、仲良くね。レオンの時はね、世界中のロリコンを魅了したからね。世界中のロリコンをメロメロにしたんだ。俺あのおばちゃん好きなんだよね。あの綺麗なおばさんなんだっけ、ハリウッド女優の。綺麗なおばさん誰か知らない、有名なおばさん、ハリウッド女優のなんつったっけな、おばちゃんの顔。いや有名なあの人好き。なんだっけ、名前が出てこねえな。ハリウッド女優のさ、おばちゃん、もうだいぶおばあさんに近いんじゃないかな。なんだっけ、古いよ。なんて言ったっけな、ナタリー・ポートマンじゃない、ね、なんだっけ、名前が出てこない。有名有名、あの人好き。綺麗なおばちゃん、服、私服のセンスがクソダサいって有名な人。なんだっけ、いやそれも出てこないんだよね。 でも超有名な作品いっぱい出てる。なんて言ったっけな、あ、この人だ。んこの人か、ニコール・キットマン。ニコール・キットマン綺麗じゃない、やっと出てきた、うん、ニコール・キットマン、ニコール・キットマンの顔好き。わかる、私服クソダサくて有名、もう超絶センスなくて有名なハリウッドおばさんだよ、ニコール・キットマン。超有名だよ、私服クソダサおばさんって。綺麗だよね、ニコール・キットマン私服で検索してみるわ。私服、寒い、確かにちょっとダサいな。くっそダサいな。くっそセンスない。どこをどうやったらこうなるんだっていう。ダサいな。私服ダセーな。私服ダサい人好きなんだよ、ね。ダサさだね、うん、なかなかいいダサさだね。腹減ったな。
ありがとう。アイテムありがとう。えいや。いやー。ありがとう。チャーシュー食べよ。かしづきたい。かじりつきたい。なあわ。冷たいよ、シャッちゃん。ナタリー・ポートマンそんな好きなんだ。すごいね、ナタリー・ポートマンに対する愛が半端じゃない。超好きなんだ。でもまず国籍が違くない？日本人でナタリー・ポートマンっぽい顔の人って誰だろう。何、近いの？メトロさんは大丈夫なの？頑張ってなれるかどうかすごい不安でしょうがないんだけど、大丈夫？近い？雰囲気か。なるほど、ナタリー・ポートマン的な雰囲気か。わかるよ、わかるよ。頑張れ。ボーナスありがとう。匿名さんありがとう。ミルクゲットありがとう。匿名さんありがとう。サンキューデイズ。ありがとうございます。来たー。来たー。ありがとう。サンキュー。
早起きだよ。ジュリアさん、おはよう。腰が痛いな。腰痛い。 PC 買い時なの今。メモリが安くなってる。お風呂入ろうかな。おはよう、猫の目、おはよう。お、ストロベリーありがとう。匿名プラス、いやよのガチガチのセキュリティだな。なぜだ。どうしてもバレたくないストロベリーありがとう。いやよに匿名をかぶせるってすげえな。どうしてもリスナーにバレたくないのかな。ああ、
ありがとう、ストロベリーありがとう、タムタム。あと、あれ？アルファ7-3大型アップデート？あれ？ちょっと待って待って待って。俺のカメラアップデート来たかもしんない。大型アップデート、オートフォーカス性能向上、いいね。カメラ基本性能及び操作性能向上、ほう。お、アルファ7バージョンアップだ。お、ストロベリー2つありがとう。え、なんだろうこれ。アルファ7-3、あ、瞳フォーカスが進化する、すげえ。動物の瞳も検出するって、やば。え、うわ、インターバル撮影来た、ナイスナイス、いいじゃん。時代だよね、カメラもアップデートすんだよね。インターバル撮影入るわ、ナイスナイス、いいね。すごい、動物の瞳も捉えるって。いいね。ソニーバカ売れしてっかんね。なんかもう新品の一眼レフよりもミラーレスの方が売れてるの今。もうソニーが風穴開けて全部がミラーレスに乗り換えてるから、だから多分一眼レフ今後ここ5年ぐらいなくなると思うよ。あの普通の一眼は全部ミラーレスに切り替わっていくタイミングだと思う。朝風呂行こう、マジマジマジ。なんかのデータ出てたよ、ミラーレス売り上げで見てみようか。そうだよ、もうミラーレスの方が売れてるんだよ去年。だからアルファ7の効果だよね、ミラーレス売り上げ。ミラーレス一眼にしようか。え、一眼ミラーレス売り上げ、一眼レフ、ミラーレス、ミラーレス。もうだから、なんつうの？一眼レフがちょっとオールドになるんでしょ？売り上げ。重たいからね。マジマジ。うん。サブラいいよね。たまたまありがとう。ね。ちょっと待ってね。うん、終焉を迎えるって。あれ売り上げどうなってんだっけ、世界し、あ、国内の数字だったな確か。思い出した、国内の数字は、ありがとうチョコたくさんありがとう。国内はもうあのミラーレスの方が売れてるはず。あ、これだ、国内市場でミラーレスが一眼レフを抜く、海外も同様の流れとなるか。国内出荷台数が、62万5000台。ちょっと待って、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、3000？え？金額か、これ。とにかくね、国内の一眼レフの出荷台数が、28万8000台だったのね。で、ミラーレスが33万6000。で、そのミラーレスの中でシェア取ってんのがソニーだから、ニコンとキャノンの、二大巨頭を打ち崩してソニーが参入してきて、ソニーがトップ取ってる状態。もう完全にありえない状態ね。完全に。もうソニーがカメラでトップ取るなんていうのは、カメラファンからすると、そんな時代来るわけないって言われてたし、ミラーレスカメラが流行るなんて誰も思わなかった。だから面白い時代に入ってきた。足の筋肉もすごいでしょ今、やばくない？ふくらはぎと太ももがすごいことになってんだけど、見えない、パンパンだよ。ほらプリンプリンでしょ。すごいよ、パッツンパツンだから太もも。うん、
いやすごいよカメラ。まあだからいい時にアルファ7買ったよね本当に。なんかカメラ始めるタイミングは最高に良かったね。もうここしかないっていうタイミングで入ってきたな。まあでも一眼レフも使ってみたかったけどな。なかったね、でもレンズが高いんだよ E マウントは。だからキャノンとかそのニコンとかいろいろその昔の人はさレンズ使い回せる利点があるから羨ましいよね。レンズは資産だから。カメラのね本体はもう消耗品だけどさ、もう3万回ぐらいシャッター切っちゃってるからな。もうこれ多分2年ぐらいでぶっ壊れるよ俺のカメラ。シャッター切りすぎ。まあ道具は使わないと意味ないもんね。僕チームはお風呂入ってきます。皆さんありがとうございました。また後で放送します。お疲れ様です。出たバグ、うぜえ。Yeah.